一本松は夜光る。それは次回への扉。鍛冶屋の娘を救うべく、侍は禁忌の地へ足を踏み入れる。刀鍛冶を生業とする男、堂島は娘の七海と共に暮らしていた。爪に火を灯すような生活を送る中、七海は借金の方として連れ去られてしまう。その時、失意の刀鍛冶に一人の侍が救いの手を差し伸べる。そしてこの侍によって三大勢力を巻き込む戦の火種がくすぶり始める。プレイヤーは刀売りとして日中を過ごし、夜には異世界である次界へ潜入。刀や素材を収集して現実世界へ戻り、刀を作って売りさばく。借金を返済して娘を救い出せ。次界は入るたびにマップ形状、敵やアイテムの位置が変わる自動生成ダンジョン。複数の階層からなり、深く潜るほどレアな刀や素材が出現する確率が上昇する。サムライドーシリーズには欠かせない三大勢力の構想も健在。それぞれに争いをけしかけて、刀が必要な状況を作り出し、受注数を増やしてより多くの金銭を稼ぐ。戦が起これば鍛冶屋が儲かるシステムを搭載。戦略的に鍛冶屋を経営し、大きな収益を上げるべし。刀は100種類以上。装備する刀に応じて構えが変化。構えは9種類あり、それぞれ独自のアクションを繰り出すことができる。オンラインマルチプレイ機能を搭載。共闘も決闘も可能な自由度の高いシステムを実現。他のプレイヤーと共に強大な敵に挑むもよし、お互いの金銭を奪い合うため戦ってもよし。刀神の世界を遊び尽くせ。サムライドー外伝刀神。